にお呼ばれして嬉しくて走ってきちゃいました。今日はどうしたんですか？してたんですよ。ちょっとだけですけど。でも本当にお祝いしてくれてとっても嬉しいです。じゃあ今日は妹特権をフルに使ってお兄ちゃんにたっぷり甘えちゃいますね。この後ですか？もちろん大丈夫ですよ。お兄ちゃんと一緒ならたとえ火の中油の中って、あれ、なんだかすごく暑そうになっちゃいましたね。何がですか？今日って何かありましたっけ？わー、そうだ、私の誕生日ですよ。自分でもすっかり忘れちゃってました。ありがとうございます。いきなりだからびっくりしちゃいましたよ。こういうところは私と全然変わらないな。この後ですか？もちろん大丈夫ですよ。お兄ちゃんと一緒ならたとえ火の中油の中って、あれ、なんだかすごく暑そうになっちゃいましたね。そして今日が私の誕生日だからですか？ありがとうございます。おかげさまでお兄ちゃんの妹は立派に成長してますよ。この後ですか？もちろん大丈夫ですよ。お兄ちゃんと一緒ならたとえ火の中油の中って、あれ、なんだかすごく暑そうになっちゃいましたね。じゃあ何か冷たいものでも飲みながらお話ししましょう。お兄ちゃんと一緒に過ごす時間が妹には一番のプレゼントですからね。